ャオンフリーキップは、かつて、日本国有鉄道が発売した、1987年3月31日限定の、国鉄全線の新幹線、特急列車などを含む全ての列車の普通車、自由席が乗り放題の特別企画乗車券である。1987年3月31日、分割民営化により、歴史を終える国鉄が、 その最後の日の記念ギ符として企画されたものである。発行額は6000円。全国指定の86駅にて1987年3月21日より10万枚限定で発売された。ギ符の他に国鉄終演時の路線図が記された日本地図が付けられた。発売に際しては限定ギ符だったということもあり、前日より徹夜で並ぶものが各地で続出し、 即日完売している。全国の国鉄の新幹線、鉄道連絡線を含む、全線の特急、急行を含めたすべての列車の普通車自由席が利用可能で4月1日の0時を超えて走る列車については途中下車しない限りその列車の終着駅まで有効。大阪、東京での電車特定区間については0時多すぎても終電まで有効である。 3月30日に出発する夜行列車にはこの切符を手にした利用者で大混雑をきたし、一部列車では時刻表に乗らなかった臨時便が出たほどである。この時、大垣夜行に臨時便が出た発令とされている。また昼間も新幹線や特急の自由席に座るために多くの駅で行列ができた。JR 発足十周年記念フリー切符 j r 十周年と、 なる1997年3月には同様の JR 発足10周年記念車オンフリー切符が発売されている。また2008年にはその JR バス版の高速バス乗り放題切符が発売されている。ありがとうございます。